動画の前いつも話が長いですよ。運動いつ始まるんですかっていうコメントをたまにもらいます。いや、もちろん運動速攻で始めてもいいんですが、なぜその運動をするのかってことを理解してもらわないと、何でもかんでも運動したら時間足りませんよ。昔と比べて太りやすくなったし痩せにくくなったよっていう人の多くは同じ動きしかしてないんです。寒がりになってる感じしませんか？汗出にくくなってませんか？体に冷たい部分がないですか？もし当てはまった方は今回のメニューを一緒にやりましょう。実は前に動くより後ろに動くことって6倍の効果があるって言われてるんです。やった方がいいですよね、6倍も効果あるんなら。行きましょう。体の後ろ側を使うことで代謝を上げることができます。まずは体を後ろにひねりながら左右対照的に足を動かします。行きましょう。スタート。体を前に回すんじゃなくて後ろに引くイメージです。体をひねることで筋肉もしっかり伸ばされて、身長がね、縮んでるよっていう人とかね、これ体をひねることしないと縮んできますんで、しっかりお腹もね、この動きでひねれて、お尻、太もも、体の背面全部ね、使えています。たまに動きがね、分かんなくなったらまた戻してください。背中使うと結構汗がね、出にくい人も出てくるんで、代謝がね、上がりやすくなった証拠です。 OK。 今度はかかとを上げた状態で横に動いていきます。いきましょう。スタート。ゆっくりね、反復横跳びをするようなイメージです。これだけでもね、弱っている中臀筋や小臀筋鍛えられます。やらない動きというのはね、やらない筋肉、使ってない筋肉を使うことができるので、やはりいつも使ってる筋肉を使うよりはやってないことをやる方が効果的です。できればね、ちょっと膝曲げてた方がね、お尻とかにも効きやすいです。ただ歩くよりはね、考えたいいメニューを行う方が効率的がね、いいので。 OK。 今度は膝に手をついてダブルの動きをします。手つかずにできる人はね、中腰でもいいんですが、結構辛いので膝の上に手を置いて動いていきましょう。スタート。斜め後ろ、斜め前、斜め後ろ、斜め前っていう感じです。難しかったらね、スマホを置いておきましょう。これがね、普通のスクワットよりね、すごい効果があります。膝に手をつくことで背中も使うことができてるんで、結構これ疲れますよね。多分ももよりもお尻が疲れてる感じあると思います。スクワットとは違う横側のね、お尻の方使うんで、ペースでいいですからね。自分のペースでダブルに動きましょう。ああ、お尻が痛い。はい、 OK です。これをもう一周するだけで終わりです。初めのやついきましょう。スタート。どうですか、結構汗ばんできてないですか？あら、動きが分からなかった。背中っていうのは褐色脂肪細胞が集まってるんで、よくね、運動した後って背中に汗が染みてないですか？やっぱり背中からね、熱を生みやすくなるんで、
寒がりになってる人ほどね、背中と腰がね、冷たかったりして汗が出にくくて脂肪が燃えにくい体質になってますんで、しっかり背中を動かして、単純な動きでも効果ありますからね。はい、 OK。 それではかかとを上げて横歩きです。あと谷歩きです。これがね、すごくね、実はいいんですよね。マイペースでいいです。あともう一種目でね、終わりますからね。最後しっかり頑張るぞって方はね、結構低く動いてもいいです。低かったらもうすごいね、お尻にくるんで。しかも OK、 よし、ラストダブルに動きます。いきましょう。あとスマホは持っててもいいです。意外とね、やらない動きってね、こう体が新鮮味があるんで、こう意外と楽しかったりしますよね。結構気が付くな、これ。有酸素運動にもね、なりますし、あれ、音が上がった。よいしょ、よいしょ、ちょっと、よいしょ。よーし。今回の使わない筋肉を使うことで代謝がすごく上がります。そして後ろに動く動きっていうのは通常よりも6倍の効果があるって言われてるんで、実際今6分やったんですが、36分ぐらいやってる感じのね、体の効果があります。日々続けることで体力も脂肪燃焼効果も上がってきますんで、続けてやってみてください。